今回ね、ジャニーズ行きましょうか、ジャニーズ。ジャニーズの嵐ですね。もう嵐って解散したのかな大野智さんのね、えー、ちょっと言葉をいこうかなと。才能の差は小さいが、才能の差は小さいが、努力の差は大きい、継続の差はもっと大きいということですね。どうですかね、ジャニーズに出てる人、才能があるんじゃないか。ね、なんかまあね。 なんか輝いてるからそういう輝く元の星に生まれた人なんじゃないかって思ってる人たちが結構多かったりすると思うんですけど一部の人だよでもその一部の人はこういうこと言ってるっていうね <laughs> <laughs> ジャニーズでかかあの輝いてねまあ嵐って国民だから SMAP よりすごいのかななんか,なんか年齢差はすごくて多分動員人数もかなり嵐のコンサートって動員人数もすごかったと思うんですけど。 そんな人がこういうことを言うっていうね。まあ、勝てないですよね <laughs>。勝てね。<laughs> うん。まあ分かってるというかね。うん。まあこれも本当当たり前のことなんですけどね。うん。そう。だってなんだろうな。まあ確かにね、才能っていうのの差は、 一般的に見たらあるかもしれないけど、それもどこで切り取るかで、生まれた赤ちゃんで、おぎゃしか言えないじゃないですか、最初って。じゃあ、最初そ、そこのおぎゃの時点まで振り返るならば、そこに差はあったのかっていうと、おぎゃの言える回数の差なんですかわ <laughs> かんないですけど、ほぼなくないですかうん。でも、その、少なくても成功を手に入れた人たちっていうのは、 何が差があったのかっていうとまあほとんどスタートラインは一緒だったけどもその後何に時間を費やしてどんなことをやってきたのかっていうのが、まあ、明らかに差,差としてそれはもう全部がそうだと思うんですよねであとは継続してやってるのかやってないのかっていうでこ,れこれの大野さんのいい言葉っていうのは継続の差がもっっと大きいよよて話ですよね努力よりその継続っていうのがもっと大きいんだよっていう だから結局僕とか久保さんも続けてるんですよね。だから結局この億万長者合宿もずっと開催してからもう4年、5年経ちますけどもずっと続けてるわけですよ。で結局続けてるからこそうん多分参加者の人より当時の参加者の人よりもっと差がついてるしね。でいやあの継続してないんであるならば参加者の人がね。うんだからこれからも 結果的に久保さんと僕はずっとやりとりすると思うんで <laughs>、他の人と圧倒的に差がつくし、他の人が上げないような題材っすよね <laughs>。こんななんかあの、ま、億万長者シリーズって、もうあれじゃないですか。他の人が上げないようなタイトルじゃないですか。それでやってるんですけど、うん。で、前のシリーズなんかね、一文字でしたからね。一文字 <laughs>。一文字でしたよね、確か <laughs>。 一文字でやり合います一文字で <laughs>。まあ今回のシリーズはちょっとやりやすいですけどね引っ張ってくるんで。い,いってらっしゃい。